はい、でも今回またライフイズストレンジ2をね、やっていこうかなと思います。前回は、まあ、言ったらショーが終わったんだけど、ダニエルが、なんていうの？ 教会に 教会にっていうか、教会とりあえず、昔々、とてもいや、まあ、荒々しい世これで界見ようかにも、これで見よう。もう2これで匹見よう兄や。弟狼がいました。これあらすじ確認しようや。お父さん狼と平和に暮らしていましたが、ある日、狩人にお父さん狼が殺されてしまいます。ねえ、ここで力が覚醒したんだよな、ダニエルがな。兄弟狼は何日もさまよい、自分たちだけの力で生きる方法これキをャンプ場だ学な。んでいきました。キャンプ場しのかし、林あるね。日、お兄さん狼は弟がスーパーウルフであることに気づいたのです。ねえ、ここだっけ気づいたの。やがて2匹は先祖の住む土地を目指し南に向かいます。その旅路は長く危険なものでしさた。すがに雪国編はカットされちゃったか。さすがでに。も2匹は道中で新飛たなんだ友達な。と出会い、世の中のことを学びました。まあんだな。しかし、いつでも危険が付きまといます。ひどい事故に遭い、狩人に捕まったお兄さん狼は弟と離れ離れになってしまいました。ここで失明しちゃってな。しかし、お兄さん狼はああ檻すからげえ。逃げ出し、病院にいるわ。弟狼を探す旅に出ました。出たな。ですが、弟狼はコヨーテの邪教に入信していたのでうす。わあ、いいね。弟狼はそこを気に入っていました。そんな時、行方をくらませていたお母さん狼が弟狼を助けるために姿を現しました。タバコ吸ったところね、ここ。2匹はリーダーのコヨーテに掛け合いましたが、崇拝の対象となった弟狼を手放そうとしません。彼らはコヨーテを気絶させ、みんなで脱出しました。再会した兄弟はかつて自分たちを捨てた母についていきました。ね、こっから砂だよ漠ね。の奥深く、母の隠れ家へと。あ、そっちに行くんだ、とりあえず。いや、いい家だな、ここ。すごいいい家だわ。なんか、狼がテーマだからさ、なんかかっこよく見えちゃう。どうなるんだろうね、もうこれ最終章だからさ。一応でも目標はなんか、プエルドロボスだっけ？お父さんの実家に行くことだったから、そこ行くのかどうかわかんないけど、とりあえず最終章だな。すげえ。アリゾナ。出来事から7週間後。あ、教会から出て7週間ってことか。結構長いな。結構スパン長いんだよな。あっさり言うけど、このゲーム。結構あっさり、ね、1ヶ月2ヶ月経つんだよな。だいたいショーとショーの間多分2ヶ月ぐらい経ってるもん。平均して。あ、サソリちゃんがいる。ちょっと気持ち悪いな。ちょっと気持ち悪いわ。さすがに。髪伸びたな。結構坊主似合ってたけどな、お前はお前で。は？兄弟愛が。恥ずかしがる感じでもなさそうだね。いや、もう兄弟が復活してる。よかった。今何時だ？あ、びっくりした。どういう、うわ、眩しい。眩しい。すげえ綺麗でも。いや、広大だな。ここがアメリカのすごいとこだ、本当に。本当に広大。ああ、まあ、そうだな。どこに寝てんの？こりゃすげえや。いや、これすげえわ。でしょ。足滑らせたら死ぬかもとかいう次元じゃないもんな。死ぬよ。大丈夫？ああ、ちょっとかゆいだけだ。心配すんなって。僕。いいから。ダニエル。うん、あら、分かった。
兄弟の絆がやっぱ復活してんな。ダニエル、このショーから何があっても俺はお前の味方だ。あと俺が壊さないだけだな。僕もだよ。まぶしお、青やるようになったダニエル。恥ずかしがってたの今まで。ちょっと復活した兄弟愛が嬉しい。僕らの絆は永遠だ。あ、中学生ぐらいが言うやつだ。違う、ごめんね、そういうことじゃないもんね。ずっともじゃん、ずっとも。あ、友達じゃないもんな。前話してた怖い夢、はい、今も見るのか。例のリスベスの。うん、時々ね。へえ。あの人が追ってくるような。確かにね、そんな気がして怖いんだ。そんな感じするもん。あいつも怖がってる。でもきっとあいつも怖い夢見てるぞ。うん、でもあの人はまだどこかで生きてる。まあまあそうだな。怖いよ。やけくそになってる気もするけどな。俺がついてる。ダニエル、あそこからだいぶ離れたしさ、俺もついてる。平気だ。うん、ショーン、僕たちって犯罪者なの？深いこと聞くな。いやでも、まあでもまあ認めるべきか、記憶。まあな、しちゃいけないこともだいぶやったし。これ嫌ってダメだよな。いずれにせよ捕まればそのことで裁かれるだろうな。真実をな。必ず。うん、分かってる。まあ国境までもうすぐだ。うん、ようやくだな。ずっとここにいたい。でもお母さんはダメなんだよね、きっと。ごめんな。ショーン、すごい久しぶりだけどさ、うん、物語の続き聞かせてよ。お、増えたよだいぶストーリー。聞かせてやるぜ。ああ、聞かせてやる。本当に久々だな。あ、テント以来だね。本当にね。うん、あそこの。じゃあ、そうだ、よし行くぞ。兄弟狼は俺らが聞いてるやつだな。お母さん狼の力を借り教会から逃げ出しました。それからお母さん狼は2匹を隠れ家に招待しました。そうだね。兄弟はしばらく体を休めましたが、いつかはそこから離れ旅を続けねばなりません。お父さんの故郷はもうすぐです。え、お母さんと別れちゃったの？その道中にはなんと炎をまとった巨大ユニコーンが。でも結局友達になりました。あのな、割り込むなって。でもさ、これって、うん、僕の物語でもあるでしょ。うわ、深いこと言うね、深いこと言うね。ああ、そうだな。それじゃあお母さんと離れたの？メキシコにたどり着きましたが、そこはゴブリンに支配されていました。あ、これ当たりそう。2匹はユニコーンと力を合わせて国を救いヒーローになりました。ありそう。警察も許してくれ、お友達みんながお祝いに来ました。うん、いい物語だな。え、お母さんと一緒に片付けして帰ろうぜ。帰ろうぜ。あ、じゃ、まだ幼なってんのかな。掃除しないと。綺麗な場所なんだし。帰ろうぜだもんね。観測したいね。もうすぐ月食だってお母さんが。そうだな。本当でけえな。ここ最高だし、住んでもいいくらいだ。へえ。手伝うよ。何入れたらいいか教えて。頼りになるな。頼りになるな。お父さんも同じ本持ってたよ。ガレージにあった。ああ、そうだったな。なんで見せてくれなかったんだろう。多分、確かに。カレンのことを思い出すからだ。ああ、そうか。だね。ああ、お互い持ってたんだ。お父さんもお母さんも。
あれやってダニエル。あれ片付けるか。遠いよダニエル。手っ取り早い方法でね。あ、なんかちょっと割と直せよ。抵抗したけどな。取れる？ほら。おいこら。調子乗んな。もうつまんないの。なんか力使うことでなんかあれだな、躊躇しなくなっちゃったな。なあスーパーウルフ、あれ頼む。うん。バカな真似はなしだぞ。しないよ。完璧だ。完璧じゃん。えぐ。は？あ、これ欲しいねダニエル。これぐらい手伸ばしてほしいけどな、ショーンも。懐中電灯頼む。任せて。力の反動すると来そうだけどな、最終章だし。ダニエル、あと後ろかな。あ、もうないかな。見る。これか。星を見る目があって、ありがとうな、カレン。あ、まだ、じゃあお母さんお世話になってんだな。よかったよかった。貸してほしいんだ。ジョアンの作るカレーは最高だ。ジョアン？ジョアンとは一体誰だ？あれ？あ、荷造りする。でも泣くでも。背中が痛い。あ、これか。今日は絶対ベッドで寝る。あ、何日かいるのここ。スケッチの時間だ。やった。まずちょっとでも大丈夫かな。まあ、多少はでも。垂れたんじゃない。まだ絵が描けてよかった。だってほら。気にすんなって。眩しい。心の目さえあれば、俺に描けないものはない。そうだぜ。多分な。お手並み拝見だね。はいはい。生意気なやつ。冗談だよ。あ、いい関係だね、なんか。でダニエルもやっぱ大人だったかもな、うん。ここまではいい感じだ。なんか。さ、書き込んでくぞ。からかい方もなんかさ、大人になったよな。冗談だよとか言わなかったでしょ、前だったら。ちょっと余裕がある感じあるね。ねえ、僕のことも書いてよ。あら。ほら、スーパーヒーローみたいな感じで。じゃあ大胆不敵に書くぜ、うん。やってみる。スーパーヒーローだろ？あ、スーパーヒーローじゃん。かっけえ。ちょっと悪者っぽいけどな。できた。見せて見せて。うわ、僕ってこんな感じなの？これじゃスーパーヴィランだよ。目つき悪いもんな。だ、落ち着いた雰囲気だったら切れす。なんか違くない？スーパーヒーローじゃなくない？どっちにしてもディスられそう。でもいくかダニエル。さあここで寝んの怖えってか。テント持ってくればよかったのに。寝返り怖すぎんかここねえ。コロ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 転がっていったらやばくないか。普通に泣くはないだろう。あれダニエル？何してんだ。生命の冒涜かお前ダニエル。おい遊んでる暇はないぞ。ほらもう行こう。うん分かった。不穏じゃん。またなんかもうそんな俺センスない？もしかして。あいつダニエル。こっから歩くの？ダニエル何も持ってねえじゃん。なんか持てよ、お前。流れ星見たんだよね。羨ましいな。天の川見れた。天の川も見たし、最高だろ。あ、こっちでいいのかな？うん、確かに。それに火星も。どうやって来たの、お前ら。スタンリーが望遠鏡を貸してくれてよかったね。アーサーとスタンリー。いい人たちだよな。あ、お母さん友達かな、じゃあ。さっきのカレーの剣といい。すげえ。ディアブロスいそう。モンハンっぽいな、なんか。ないのこれ。ちょっと怪しくないこれ。ほら。ジョアンのオブジェのお手伝い、またできるかな。ジョアン。こんなとこでも草生えるんだな。草。
砂漠でも雨って降るの？ああ、それは、うん、いい質問だ。とかないよ。あれは？ダニエル、あれあれ、ダニエル、なんかあるぞ、ダニエル。おい。あれって毒があったりする？食うなって、お前。なんか同じことや。あ、懐かしいな、でもこれな。食うなのくだりやったな。ダニエル、向こうになんかあるぞ。ほんとだ、光ってる。取れるか？来てよかったな。お、わかった。あれね。ダニエル、危ないぞ。お、すげえ。ピンポイント取ってきてる。すげえ。お、見てよ。かっけえ。すごいね。ああ、お宝いただき。大切にしろ、ダニエル。俺が取るんかい。ダニエルにやってもいいよ、別に。やったぜ。そう、記念品あるだろうなと思って来たわ、ここにわざわざ。取れてなかったからさ、全然。うわ、なんか、風が。ちょっとあれだなぁ。これどこまで行けばいいでしょうねえ。あ、これ。うわぁ、うわぁ、うわぁ。えぐ。実感湧かないんだよな、ほんとに。こういうの見てもさ。リアルで見たことないからさ、実感湧かねえんだよ、こういう。てか、危ねえとこ来たな、俺ら、ほんとに。うわうわうわ。ダニエルキャッチしない、ダニエルキャッチ。はい、ダニエルキャッチ。なあ、降ろしてやろうか。いい、自分で降りる。え？ね、超簡単だよ。そのうち怪我するぞ。お、いい感じだね。大丈夫だったもん。いい感じだね、俺も学んできたぞ。え、これどうすんの？ねえ、見て。何？すごい、赤ちゃんトカゲがいた。は？ダニエル、ごめん、描写されてないわ。ここは我らが超能力少年の出番かな。落石起きちゃったんだ。お前にビビってるぞ。わかってるよ。ダニエル、でもこれ、たくさん歩いたからショーンみたいな足になりそう。でもなんかめっちゃダニエルに頼ってんじゃん。なんかすげえ能力使ってるもんな、まあ、ここ入ってから。お前ならなんとかできるだろう。やってみる。大丈夫かな、なんか。気をつけてやってくれよ。容赦なく力使ってきてるよな、なんかな。このショーなってから。怖っ。これでよかったかな。よくやった。目青。光の加減で。なんか、なんかな。でもなんかそういうなんかこう、当たり前に使い始めると俺まずいと思うんだけどな、普通に。うわ、でもセーブ来んのか、ここで。どうしよう、短いけど。短いけど次のセーブまでいけんのかな、これ。いや、次のセーブまでいけるか。で、なんでこんな危ないとこ行かせんの。もっとあるだろ、天体観測スポット。あそこまで行かなくても。あ、ここが街か。全然やっぱあれだな、イメージ湧かねえな、これまた。なんかさ、この規模の砂漠ってないじゃん。言っても。日本。湧かねえわ、ここに暮らすっていう想像ができねえ。そもそも。エピソード5、狼たち。暮らしていけんのかな？てか、母さん、ここから来たんだな、わざわざ。すげえな。ねえ、僕、ジョアンのとこ行ってくる。わかった。不便の極みだもんな。返しに行ってくるよ。新しい人と出会えんの？街まで買い物に行ってきます。キッチンにパンケーキあるからね。すぐ戻る。あ、町近いんだ、かろうじて。ならまあ。ジョアン、これ。あれ、切り悪いかな、これ。あ、直した。おい、ダニエル。うん、何？どうしたの？使いこなしてんな。パンケーキ警報だ。繰り返す。パンケーキ警報だ。いらない。ジョアンとワッフル食べるし、
大人になったな。じゃあ一人で食うか。寂しいな、なんかショーンな。食べようぜ、じゃあ。あ、やっぱこれあれじゃん、お母さんの部屋か。よっぽど仕事に困ってたのか。40周年のやつ。あるいは子供が好きだったのか。あー、なるほどね。カレンはちょっと買い物に行くことさえ嫌がるんだ。うわ、切り悪いかな、どうしよう。写真のカレンはどこか儚げだ、マギーとカレン。まあ、でも切り悪そう。ちょ、一旦切るか、ここで。やべえ。ちょ、次回見ようか、次回見よう。導入だけ見たということで、次回じゃあ、ここの、その、物多いしさ。次回じゃあ、ここの捜索して、街探索するか。まあいいや。じゃあ、今回断ろう。ちょ、短いけどね。じゃあ、あざした。